久保さん、今回アフリエートにしましょうか。みんなの銀行ね、入ってました。今日5月30日、2000円入ってましたね。2000円。今21万、あちょピントが合わないですね。ピントが合わない。ピント来い、来い、来ないかな。ピントが来,来た。あ、来た。5月30日、 2,000円。217,005円です。はい。ということで、みんなの銀行もね、1年、もう1年経ちましたね。1年ぐらいかな。ちょうど、一番最初、これ、いつだっけな報酬が発生したの。一番最初が、一、ちょっと見てみましょうか。一番最初の報酬発生が、あ、まだ1年じゃないです。 一番最初の報酬が去年の6月28日ですね。なんで、あと1ヶ月あります。これ1年以内に達成できるかもしれない。かも、ああ、無理かな。あと1ヶ月で。あと1ヶ月いくらだ ?8 万3000円か。どうなんだろう。まあ何が言いたいかというと、チリツモですね <laughs>。もう20万超えましたね。はい。再生数。 ビビたるもんですけども。有名 YouTuber とかね。まあちょっとね、あのー、数持ってる人とかは、一回紹介しただけでね、結構何千回とかね、回すんですよ。何万回とか。でも僕は、みんなの銀行の動画、な、あのー、50本ぐらいですかね、撮りましたけども、一度も何千、1回1回もないかな。ちょっと今見てみましょうみんなの銀行。 みんなの銀行で、えー、多分ね、1000回はないですね。うん。最高で700回ぐらいだったと思いますけどね。最高で多分ね、700ぐらいですかね。うん。まあ何が言いたいかっていうと、地立もですね。 積もればまとととままっった金になってくるいいうことでございますね、まあ、ありがたいですね。結構ね、みんなの銀行、かなりいろんなキャンペーンやってますね。すごい、すごいですね。他の銀行じゃやらないようなキャンペーンもいっぱいやってくれてて。そうこ,のま、この前なんか、あの、セブンイレブンから、 なんかセブンイレブンの、ね、ATM を、ね、利用しようみたいなキャンペーンがあってそこからなんか1万円かなんか5千円かなんか入れると100円あげますみたいなあ入れるだけで100円かみたいな <laughs> で入れたんですけど100円入ってましたね他にもねなんか,なんかそのやってみようみたいなドロップしたりとか,なんかボックス作ったりとかするといくらかもらえるっていう100円とかもらえるやつがあるんですよそれはちょっとやってないんですけども まあそういうのもね、なんかその、要はみんなの銀行を使ってもらうために金ばらまいてるというか、うん、すごいですよね。うんここも久保さんから紹介、久保さんからしてね、あのやりましたけど、<laughs> <laughs> ありがとうございますあの。20万ぐらいになりました、久保さん。久保さんのおかげで。そう <laughs> そう久保さんが言ってなかったらね、これできなかったし。 でもね、多分ね、久保さんの動画見て、みんなの銀行つうのはあるんだっていうのは知ったけどもしつ、しつこくね、やってる人はね、あんまいないと思って。<laughs> でもまあ、言うても50本ぐらいですからね、みんなの銀行。まあ、100本やってないですよ、まだ。57本ですかね。57本ぐらいか。楽勝ですね。<laughs> ありがたいで、すねでしかもね、これ、みんなの銀行の、まあ、僕は YouTube に広告も入ってるので、みんなの銀行の動画の広告収入もちょっとあるので、まあ、ビビたるもんですけども、そう。出す、あの、全部足すと、多分1万円ぐらいな、広告収入も1万円ぐらいになってるかもしれないですね。まあ、計算してないんでわかんないですけど。うん、なんで、あー、ち立もでございます。 はいち、小さいアクセスでも小さいアクセスがあるってことですで小さいアクセスだったら小さいアクセスでも数こなせばそまとまった数になってきますのでやればいいんじゃないかなと思いますねただでできますからでもみんなやらないいってらっしゃい